こんにちは、稲田に。今回は箕輪町の古いお寺、無量寺の一位に会いに行ってきました。樹齢は450年余り。不思議な形をしています。実はこの位置、福を呼ぶ宝船の形に仕立てられています。左側が船の先端、上に伸びているのが船の帆です。歴代住職や檀家の皆さんが思いを受け継ぎ、一本の木を長年かけて仕立て守ってきました。春、寺周辺は桜に包まれます。この無量寺、開かれたのは平安時代、およそ800年前という古いお寺です。それにしてもこの位置、どうしてこの形に仕立てられたのでしょう。宝船はやっぱりいろんなね、それこそ宝物をね運んでくれる船なんですけれども、その宝っていうのはやはり皆さんの健康ですとか、幸せですとか、そういったものを指すと思うんですね。そういったものをそれこそ檀家さんですとかに運んできてくださるようにという思いを込めて、おそらくこのようにしたったんじゃないかというふうにね考えられています。無量寺は国の重要文化財の阿弥陀如来坐像をはじめ、高遠石窟の石造物など貴重な文化財がたくさんあることでも知られています。これからもずっとですね大事にして、皆さんにそれこそ幸せをですね運んでいただけるように守っていきたいというふうに考えています。無量寺の一位、これからもお元気で。また会いに来ます。ふるさとの声が聞こえていますか。甲は